この動画には、ゆっくりボイス、ソニック・ザ・ムービーにまつわる作者の持論、他の人のツイート参考、などの要素が含まれます。ご理解いただける方のみご視聴ください。どうもどうも、作者です。ミリアやで、もうソニックの映画上映終了一歩手前やな。感想動画あげるんじゃなかったのか？ああ。一応初日に吹き替え版見たけど感想は後日まとめてにするわ。まあ何回かに分けるよりはええよな。てことで今回はソニック・ザ・ムービーの炎上事件についてまとめてみるで。とりあえず年表風にまとめてみるやで。2013年、ソニーピクチャーズエンタテインメントがソニックシリーズ原作映画の制作と配給の権利を取得。2014年にはマーザも加わった。実写ってワードに不安覚える人いたけど、まあソニックは実在するわけねえから CG になるんだろうなと思ってたわ。沼にハマったのが約6年前の作者、これ見た時はガセかなって思ってたけど、いくら情報来る頻度遅くても公式やからな。さてここからが問題や。2018年11月12日、ミームと化したあのソニックが出現した。最初目を疑ったよね。これほんまにソニックか？5月3日、逆光で見えなかった顔が出現。もう困惑しかできませんでした。案の定避難55大炎上やな。作者かてこのまま上映されるとなったら耐え切れるかどうかマジでわからんかったもん。賛否両論の稲の部分が膨らみすぎた結果、監督から修正&公開延期が発表された。強行突破されんでほんまよかった。そして時は過ぎ12月、日本吹き替えトレーラーが発表されました。もちろんデザインは修正されております。私はデザインについてはなんとか大丈夫ってくらいにはなった。だけど、察せれる人は察せれると思うよ。金丸純一さんじゃない？それでまあ結構炎上しまして、その炎が金丸さんに飛んできたこともあった。問題の声優は近日発表予定と濁された。17日、原作では一切明かされることのなかった幼少期の姿が公開。それにつれて麦チケカード発売開始。麦チケは真っ先に買いに行きました。当日券は店頭に売ってないので注意されたし、ソニックの過去については映画でしか明かされてないから何とも言えへんな。強いて言うなら可愛いから許す。そして新年明け、ようやく吹き替え声優が発表された。ソニック役は、中川大志さんです。これについてもまあまあの炎上。賛否両論もちろんあった。作者は、慣れるのに時間かかったな。でも中川さん、インタビューとか見る限りだいぶ考えてはるようでな。一回断ったし原作人と話し合いしたりって話聞いてな。私的にはかなり信頼できる人やった。この人なら問題ないやろって。24日には主題歌がリリース。相変わらずの神曲やで。和訳が知りたいところ。そしてこのまま2月14日、海外見て公開。3日。元いオープニング公衆では全米ナンバーワン、ゲーム原作映画歴代1位、ロッテントマトオーディエンススコア 95% を叩き出した。27日にはベビーソニックの吹き替え声優が発表された、寺島まほろくんです。声優初挑戦の子役か。でもそのニュースサイトの記事でアフレコの様子書いてあるの見てな、めっちゃ可愛かった。コロナの心配少ししつつ、公開日には幼馴染誘って映画見てプリちゃんのジュエルコレクションやったろう思った中、一見の悲劇が舞い降りる。公開延期されました。コロナウイルス許すマジ。そしてこのままコロナ禍に、学校の課題に、海外勢からのネタバレに、もろもろ耐えまくって早5ヶ月。2020年6月1日、公式からの救いの手が、6月26日公開となりました。ああ、やっと見れる。これが率直な感想でした。その後5日、学校帰りになんかアップされてる動画見たんだけどね、なんかもう、ファンも言うてた。解釈違いが多いと。見た目判断だろうけどなんであれを電気属性で通すのか結構謎だし 35kg ってそんな軽いっけってなったし、ピカチュウ受けなしたんなしって思うたし、ソニバスにはなんかようわからん動画出してたし、ああ、あれか。俺一人だけ話すのが超音速でうんぬんの。あれも燃えるかと思えば大して燃えなかった。謎だな。そして、2020年6月26日、やっとの小差で日本版上映開始と相なりました。いやーほんと長かった。感想などは後日投稿予定です。公開まで良くも悪くも盛り上がり燃え盛りだったソニック・ザ・ムービー、絶賛公開中なのでみんなぜひ見てくれ。現時点で公衆1億超えてるらしいぞ。デハデハ作者たちはこれで、ご視聴ありがとうございました。